はい、どうもこんにちは、タクトです。今回なんですけど、アルファライドの方でね、新しく車両が入りましたので、車両の紹介をしていこうと思います。イエーイ。で、今回紹介する車両なんですけど、なんと今話題のこちらです。ハーレーダビッドソン X350 でございます。いやー、ついにやってまいりましたね。カラーリングはダイナミックオレンジです。こちらの車両は全長2110、ホイールベースは1410、シート高は777、車両重量は195キロ、そして排気量は 353cc の水冷パラレルツインとなっております。はい、というわけで、いやー、ついに来ましたよ、こちら。めちゃめちゃかっこいいね。で、もう結構ね、ニュースとか SNS でも結構有名なバイクなんで、もう知ってるかと思うんですけど、なんとこちらのバイク排気量が 350cc なんですよ。いやー、これすごいでしょ。初よ、初で。やっぱイメージ的にハーレーってやっぱ大型免許のイメージじゃないですか。だからやっぱ高校生だったりとか、あと18歳以下の方はね、まだ乗れないバイクだと思ってたんですけど、なんと今回ね、中型免許でハーレー乗れちゃうんで、いや、これね、間違いなく売れますね、これというわけでね、またがっていこうと思います。よいしょ。おお、足つきいいね。これ見えるかな。僕の身長が 171cm あるんですけど、こんな感じでもうかかとべったり、両足、でまたがった感じも軽いね。やっぱりもうすごい軽いで、一番最初に思ったのが、このポジションがね、なんかオフロードバイクっぽいんですよね。前のめの姿勢っていうので、ハーレーなんだけど、ステップがね、結構後ろにあるんですよね。で、僕昔ね、ヤマハの WR250X ってバイク乗ってたんですけど、似てるかも、結構ポジションが。とにかく軽いね、車重が。だからもう本当に女性の方でもね、問題ないですね、これ。足もつくし軽いし、取れ回しもすごい楽なんで。で、外見なんですけど、これもうハーレーじゃないよね。ハーレー要素ゼロでございます。なんだけど、よーく見るとね、ちょっとやっぱアメリカンっぽいんだよね。デザインっていうかな、こういうロゴだったりとか、結構ね、アメリカンっぽいかも。で、ホイールベースがすごい短いのと、あとこのサスペンションがね、倒立フォークなんですよ、これ、ほら。で、ABS もついてるんで、これ本当にもうね、高速道路とか峠とか、多分バンバン走れちゃうバイクですね。攻めれるんじゃないかって、多分、攻めれるね。で、ハンドル周りがこんな感じですね。で、ハンドル周りもね、やっぱね、高級感あるんですよね。やっぱり国産の250とかの中型クラスって、やっぱこのスイッチ周りだったりとか、あとこういうハンドルの材質だったりとかが、ちょっとね、やっぱ安っぽい感じなんですけど、やっぱこれハーレーだね。わかるかな？全然ね、安っぽさを感じないんですよね。スイッチも結構しっかりしてる作りだし、ハンドルもね、このマットな感じ。で、メーターがちなみにこんな感じでございます。かっこいいでしょ、これ。180キロまでね、記載されております。タンクですね、タンク結構ガソリン入るんですよ。13リッターだけな、結構入るんで、ツーリングも多分ね、いけますね。で、僕一番びっくりしたのが、なんとこれ鍵がね、見てこれ、ほら、すごいでしょこれ。もうナイフだよね、これ。完全にこれもうアウトだよね。で、これもうね、バイクの手で変な人絡んできたら、これでもシャキンって言ってね、もうブスで、真ん中もこれ肉抜きされてるんで、すごいね、スタイリッシュな鍵ですね。じゃあキーオンにして、フロントライトがね、かっこいいんだよね、これ見て。ハーレードリットスって光るんですよ、これ。で、キーオンでこの下がね、半分が光る感じで、で、文字が光るっていう、かっこいいでしょ、これ。作り込まれてますよね。で、ウィンカーはハーレーなんですけど、一応ここにね、まとまってるっていう。今までのハーレーだと、こっちが左ウィンカーで、こっちが右ウィンカーだったんですけど、このハーレーに関してはね、国産車と同じような感じで、ここにウィンカーがありますね。でね、めっちゃ押しやすいね、なんかもう、クリック感がすごい。で、ホーンですね。こんな感じです。可愛い音がしますね。で、キルスイッチがあって、で、これね、ハザードついてるんですよ、ハザード。ほら。ハザードこんな感じですね。で、これも LED ですね、もう完全にもう。かっこいいね。フレームがもうここに見えてる感じでガーって。で、このデザインがね、
男心をくすぐる感じでね。で、見て分かる通り、これラジエーターがついてるんですよ。なんかこれ水冷ですね。そう、ここにね、タンクがあるんで、こちら水冷バイクとなっております。で、ラジエーターのこれもかっこいいよね。これ名前は分かんないんですけど、すごいかっこいい。エンジンもやっぱね、デザインかっこいいんですよ。ここにほら、ハーレーダビッドソン書いてるでしょ。やっぱハーレーだよね、こういうとこ見るとね。でね、サスペンションが横についてんの、これ横置きサスペンション。で、マフラーがここから出てますね。で、こちらのエンジンがパラレルツインですね。マフラーがぐーっと伸びて、で、ここにね、お弁当箱がついてますね。で、下からちょんって出てる感じで、あと、びっくりしたのがステップがね、すごい高級感あるんですよね、これ。すごい作り込まれてる、ラバーな感じで。タンデムステップも同じなんですけど、同じで、ラバーがついてるんで、すごいね、高級感がある。で、なんとこれ、チェーンドライブなんですよ。やっぱハーレーと言ったらね、ベルトなんですけど、初めてね、このチェーンがあるんで、これももう完全もうハーレーじゃないよね。で、こっち側のね、見た目もかっこよくて、エンジンのね、材質っていうのかな。これ塗装っていうか、エンジンの色がね、高級感があるんですよね。こんな感じで。ピカピカでございます。はい、というわけでね、エンジンをね、かけていこうと思います。レッツゴー。おー、いいね。いいですね、この音。で、動画で見てるとね、結構あの音がやっぱ軽い感じだったんですけど、直接見るとね、すごい音がのぶといんですよ。うん。動画でわかるかわかんないんですけど、結構重低音がね、あるね、サウンドに。いやー、めっちゃ回る。レスポンスがね、4気筒ですね。すごいよく回る。というわけでいかがでしょうか。もう最高ですね。もう間違いなく売れる。で、今回はね、こんな感じでインプレの動画で終わりにしようと思うんですけど、次回の動画ではね、実際に乗ってみて走行のインプレッションをね、していこうと思うんで、そっちの動画もね、よろしくお願いします。ごめん、見た目がかっこいいでしょ、これ。すごいかっこいい、で、しかも軽いし、スポーティーだし、もう最高のバイクですね。というわけでね、今回はこんな感じで動画終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。